こちらはアーノルド。もうお昼ですが、赤ん坊のようにすやすやと寝ています。一生寝て過ごすつもりか。ほら起きろ。平均的な人間は3分の1を寝て過ごすんだ。寝ている間に体が回復する。鳥やイルカや爬虫類の仲間の中には10日間寝ないものもいるんだ。脳の半分が寝ているけど、もう半分は起きているんだ。おい、外で大きな音がするぞ。一体彼らは誰なんだ。君の友達ってわけではないよな。おめでとう、アーノルド。どうやら君はまた大きな実験に参加することになったようだ。ひどい場所だな。大学の寮みたいだけど、それよりひどいな。お、君はこの世界ではスーパーヒーローになれるようだ。どうやって情報を集めたんだろうね。これは何かの間違いだろう。一体何を期待してるんだ。おやおや、これはなんだ。どうやら寝られないようだね。一日寝ないと頭が痛くなり、周りの音が気になるようになるんだ。記憶力も悪くなる。平均的な人間は5日以上耐えられないと言われているんだ。さあ、これからが本番だぞ。幻覚や幻聴が起こるようになるんだ。残っているのは君だけだ。ソビエトの伝説的な科学者が人々を集めて、寝ないガスが充満した部屋に15日間閉じ込めたことがあるんだ。アーノルド、よく頑張ったね。家に帰って早く寝たい気持ちでいっぱいだろうね。一番近い町まではあと30日かかるから、まだ寝られないね。じゃあ体に気をつけて。君は素晴らしいスパで週末を過ごすんだ。これから1886年にジョン・ペンバートンが作り上げたレシピに従って作ったオリジナルのコカ・コーラのお風呂に入ってもらう。他の抽出物で作ったこの薬局の混合物は非常に簡単に血中中に吸収され、一定の容量で糖水感を引き起こすようになる。さらに一定の容量では君を殺すことができる。このお風呂に入ると肌からベンゾイルメチルエクゴニンを、アーノルドはとても幸せで陽気な気分になる。現在血液中のこの成分量は 50mg 以下だ。これが 500mg になると毒性を持って、 1.2mg になると死に至るんだ。この糖水感は30分続くんだけど、何度も味わいたくなるんだ。真面目な話、ここでやめといた方が君のためだ。このスパをもっと受けないと、アーノルドは攻撃的でイライラするようになる。この物質は脳内のドーパミンの量を減らすから、それがないと幸せを感じられなくなる。今彼の全てのエネルギーは新しいコカ・コーラを探す外に費やされている。兄、私は君に元に戻ってほしい。このコカの抽出物が血中に入ると、体温が上昇して血管が細くなって血圧が上昇する。そんなコーラ風呂に半年もいれば、君の体は内部から燃えてしまう。君は甘いけど本当に短い生涯を送ることになる。これはよく考えた方がいいと思わない？何を持ってるんだい？アホだからメントスでも探してるんじゃないだろうね。今回は水の代わりにコーラを飲むというチャレンジだ。ものすごいドヤ顔が気に障るけども。おっと、アーノルド、危ない、爆撃だ。コーラの缶1本には小さじ10杯分の砂糖が含まれている。1日に摂取していい量を一度に取ることになるんだ。そんなにたくさんの砂糖を一度に摂取したら吐き気を催しそうだけど、実際にはリン酸が味を緩和して問題なく飲めてしまう。君の脳を騙すのは簡単だ。だけど体をごまかすのは難しいぞ。肝臓はこのひどい行為から逃れるために砂糖を脂肪に変える。アーノルドの寿命は体重が10キロ増えるごとに 2.5 年縮む。100キロで25年も寿命が縮まるぞ。それに糖尿病、高血圧、コレステロール値の上昇の副作用で高い確率で若く美しく死ねるだろう。砂糖は骨や歯からカルシウムを奪い、リン酸はそれを加速させる。これで君の骨はちょっとした拍子でもポキッと。最後の一押しは単なる炭酸水をジューシーなハンバーガーやフライドポテトと相性抜群の最高の飲み物に変えてしまう保存料によって引き起こされる肺がんや肝臓がんだ。そうそう、選ぶならトイレに近い席がおすすめ。コーラ、いいだろう。まずはガスを抜く必要がある。飲み物に含まれるガスが血管の中に入ってしまうと、
文字通り内側から爆発するんだ。コーラは糖分、グルコースが含まれている。これは即効性のあるエネルギー源として本当に最適で、すぐに元気になれるんだ。聞いたみたいだね。コーラが体に入っていった。だけど君の外見はちょっとだけ変わったよ。ほら、髪の色が変わってしまった。だけど子供たちのパーティーでは大歓迎されるよ。コーラのカフェインがたくさん流れているから、3日に1度しか寝なくていいんだ。つまり普通の人よりもずっとたくさん時間があるんだ。それにプロのアスリートだって、実は手っ取り早くエネルギーを補給するためにコーラを飲んでいるのさ。さらに近くのスーパーでいつでも買えるしね。おい、やめとけ、このおバカ気違い。たった一粒のメントスで君は地対空ミサイルになってしまうんだ。まあ心配いらないよ。君の一日を台無しにすることはない。コーラはね、軽いうつ病にも効くんだよ。まあ正直に言おう、血の中のコーラは実は致命的なんだ。目、腎臓、神経、心臓がとても苦しむんだ。そう、コーラという選択肢はないようだね。ということで次回はペプシを試してみよう。ボロボロだな。たくさんの人を喜ばせたから、その価値はあったんじゃないか。おや、意識を失ってるみたいだね。まるで死んでいるみたいだけど、ちゃんと生きているんだ。でも外からの刺激には反応できないんだ。だから例えば有名な K-POP の音楽を何年間も聴き続けても全く問題ないんだ。昏睡状態は数日だったり数十年続くこともあるんだ。エドワルド・オハラは15歳の時に昏睡状態になり、42年間もそのままだったんだ。体験者によると、昏睡の間にいろいろなことを体験するんだよ。長くて薄暗くて迷路のようなところをさまようような複雑な体験をするんだ。昏睡状態はグラスゴーのコーマスケールというものを使って判定され、15ポイントなら意識があり、3ポイントなら脳死だとされるんだ。大変だ、生命維持装置を外そうとしてるよ。もう実験なんてさせないから目を覚ますんだ。ほら、向こうに光が見える。頑張れ、あと少しだ。昨日の君は本当にかっこよかったんだよ。まあ君もこれで初めてのアルコール中毒を経験したわけだ。おめでとう。アルコール中毒になるとね、嫌なことがたくさんあるんだよ。どうだい、仲良くしてみたら。まあそうだよな。でもこれがみんなが通る道ってやつなんだ。それにしても一生の思い出になるようなことだったのに、本当に覚えてないのかい？あんなにすごい経験だったのに、もったいないな。アルコール中毒っていうのは体に悪いだけじゃないんだよ。君の財布にとっても悪いんだ。実はね、昨日君はひどく酔っ払って店中の人に怒りまくってたんだよ。王様みたいだったよ。あとはその歯のことは覚えてるかい？ダメ、全然。酔っ払うとね、誰かで構わず喧嘩を売るようになっちゃうんだよ。まあそれでその報いを受けたってわけだ。救急箱のアスピリンを飲んだら気分が良くなるんじゃないか。おやおや、新しいのを買いに行かないといけないね。落ち込むなって、問題は頭の中だけだから。君の救世主はこの水だよ。君は脱水症状なんだ。だから体から失われた水分を補給するだけでいいんだよ。で、なんでお風呂に入るんだい？昨日はお酒を飲んだ後、君は全く水を飲まなかったからね。こんなに簡単に二日酔いが治せるんで驚いただろう。スピルバーグ監督の最新作、ジョーズの新作が登場。ねえ、救急車でも呼んでるのかい？ああ、お腹が空いたから美味しいピザが食べたかったのか。でも大切なことを忘れてるよ。二日酔いの息だ。これは肝臓の処理が終わった後で体の中に現れるエタノールが崩壊してできたものだ。この生成物に含まれる酢酸はひどい悪臭だ。アーノルド、残念だけどゆっくり寝ることなんてできないよ。アルコールを摂取すると小脳の機能が失われてしまうから眠くなくなるんだ。目を閉じると空間に関するデータを失ってしまうから、小脳は大脳皮質に問題が起きたという信号を送るんだ。それでまるでぐるぐる回転してるように感じるんだ。そんな顔するなって、かわいそうな気持ちになってくるじゃないか。一ついいことを教えてあげよう。あったかいお茶を一杯飲むといい。
それからふわふわの毛布をかけて大きな音を立てながら寝ればいいよ。まあその匂いじゃどんな王子もキスはしてくれないだろうけどね。バーガーキングのスペシャルスイソイドバーガーでいこうか。パーティー4枚、チーズ4枚、それにベーコン、合計800カロリーだ。もちろんマクドナルドのポテトもね。これには19種類の秘密の成分が含まれている。さあ食べるんだ。すっかり平らげたな。ならソーダを飲むんだ。食欲をそそらせるためにわざとここでは無料になってるんだ。現在世界中120カ国に3万9000のマクドナルドがあって、君の欲望を満たしてくれるだろう。イギリスではポテトの油を再利用してトラックの燃料に使っているんだ。世界の肥満の人の数はこの20年で3倍になった。もうやめるんだアーノルド。こんな食事続けていたら1ヶ月に 10% も体重が増えるぞ。もしそうなったら、アーノルドやめるんだ。君は2型糖尿病でうつ病で血管は脂肪で詰まってしまったよ。こうなると心臓発作が簡単に起こるんだ。ファストフードは高カロリーでビタミンやミネラルがほとんど取れない。私から忠告しておくが、今すぐ家で作る食事に変えないと後悔することになるだろう。それでいい。さて今日は君の家で一緒に夕食を食べようじゃないか。なんて凝ったアーノルド、なんてひどいものを作ったんだ。子豚の丸焼きとチョコレートキャラメルケーキだと。ファストフードを食べなければいいって意味じゃないんだ。いいかい、高カロリーの食事をやめて食事の量を制限しろって言ったんだ。ほら新しい実験を用意したんだ。今回は熱々の熱湯に入ってみよう。ネットフリックスはもういいよ。スージーに連絡するな。どうせ返事なんて来ないだろう。おっと参ったな。会ってくれるのか。ぼっち卒業じゃないか。君は深刻な鬱だな。 WHO 世界保健機構によると世界のおよそ3億人がうつ病で苦しんでいる。これは全人口の 4% だ。うつ病は脳内の神経伝達物質セロトニン、ノルエピネフリン、ドーパミンの不足が原因で発生するんだ。こういった化学物質が不足すると何もかもが楽しくなくなって全てが灰色に見えるんだ。そして悲劇的な最後を迎えることになる。アーノルド、バカな真似はいけないよ。数百万人の YouTube のファンが泣くよ。さあもう気にしなくていい。さあおいで、大丈夫だ。うつ病は単なる気分の問題じゃないんだ。これは病気だ。だからお医者さん、特に精神科医に治療してもらう必要があるんだ。抗うつ剤はよく効く。でも中毒性があるから注意が必要だ。ジムに行くんだ。信じられないだろうけど、運動するとうつ病の症状が改善するんだ。そして毎日の食生活も変えよう。ダークチョコレート、シーフード、ナッツ、フルーツをもっと食べよう。友達にも会おう。ペットを飼って公園を散歩しよう。神経系が安定すれば幸福のホルモンも正常なレベルに戻る。そうすればまた世界は輝いて見えるようになるんだ。体型もとてもかっこよくなったね。女の子たちも君のことをしっかり見てるよ。スージーかい、君とデートしたいってさ。ほら早く、ちょうど君のことを考えてたとか返事しておけよ。いやーやれやれ、みんなかわいそうなアーノルドをいいねを押して慰めてくれるかい。そうすれば元気も出るだろうから。いや何も見てない。ちょっと出かけようかな。どれだけ体重を増やすことができるのだろうか。簡単に言えば、体重を増やすには摂取するカロリーをどんどん増やす必要がある。君の怠けた生活と体重なら、まずは1日にスニッカーズを6本も食べれば十分だ。体重が300キロになったら、これを14本に増やす。2000キロになったら、1万7000カロリーになるまで食べて、食べて、食べまくらなければならない。体重が2000キロになった人は誰もいない。体が耐えられないからだ。
体の脂肪が体内の臓器と血管を圧迫して息ができなくなる。最も強い骨はコンクリートの4倍の硬さがあるが、立ち上がろうとするとこれが折れてしまう。体が完全に壊れて死ぬまでの時間はわずか数秒間だ。脂肪を吸引しよう。お母さんにブラジャーを借りてくるんだ。体の脂肪が性ホルモンが勢いよく増える。胸が大きくなり、声が細くなり。君の息子が毎朝太陽に向かって挨拶することもなくなる。おっと、ロリータ97は既婚者だったようだ。体重を減らす方法は簡単だ。体の脂肪は豊富だから3年間クローゼットに隠れることができる。ビタミンと水分を取ればいい。これは仕方がない。アーノルド、その体一体何があったんだ。早く服を着ろって。そんなたるんだ体誰も見たくないから。シュワルツネッガーと比べてどうするんだよ。共通点なんて君の名前ぐらいなもんだ。悔しかったらちゃんと体を鍛えてごらんよ。食事だって変えなきゃいけないんだよ。え、ちゃんと考えがあるって？おいおい、ちょっと待て、ステロイドかい？それは違法だよ。それに、とにかくそれは違法だ。筋肉はタンパク質の化合物でできていて、小さな傷をつけると2、3日で回復して、さらに強く、大きくなるんだ。ステロイドを体内に入れると、あるホルモンに変わって、筋肉を回復させる速度が倍になるんだ。だから同じ時間でも圧倒的に筋肉量が増えるんだ。でもテストステロンを取りすぎちゃうから、体の中は取り返しのつかないことが起こるんだ。ニキビが増えるし、大切な部分が小さくなるし、やたら攻撃的になるんだ。ほらほら落ち着けよアーノルド。とりあえず体が大きくなったからいいじゃないか。君みたいな怠け者にはぴったりの方法だよ。何しろステロイドは運動しなくても体を大きくすることができるんだからね。まあテストステロンを取りすぎると性欲が高まるんだ。でもっと体を鍛えて注目を集めたくなる。ぬっは、おいアーノルド、ちょっといい加減にしろって。とりあえずマッチングアプリに写真でもアップしとけ。よかったじゃないか、マッチしたよ。どうやら君と彼女には共通点がたくさんあるね。最初のデートだ、気合い入れていけよ。いいじゃないか、彼女に気に入られたみたいだよ。おはようアーノルド、昨日はお楽しみだったようだね。おや、何を怖がってるんだ。ああ、テストステロンはね、実は女性にも効くんだ。顔にはヒゲが生えるし、声だって低くて男っぽいものになるんだよ。ああ、急に走ったりしたらダメだ。君の心臓は前と違ってかなり弱ってるよ。だから心臓発作を起こしやすくなってるんだ。しかもこれだけじゃないんだ。テストステロンを止めたって元通りにはならないんだよ。ブクブク太るし、精神的にも不安定になるんだ。人の脳は栄養を送るともっと働くようになる。そのためにはもっと血液の循環を良くすればいい。アドレナリンを注射すれば心拍数は毎分220まで上昇する。コーヒーを40杯飲めば350まで上がる。では十分栄養を与えた結果を見てみよう。では心拍数を1秒間に30万回まで引き上げてみたらどうなるだろうか。この時の血液の速度はなんと音速の20倍だ。もちろん全ての臓器と血管はすぐに破裂する。君の心臓は二度と動くことはできないだろう。それじゃあサイボーグにしよう。心臓はモーターで動かして、血液はもっと粘り気のあるものに変える。今回は全てが違う。君はスーパーマンになったんだ。体内の活動は通常の数千倍まで加速したんだ。君は人生で一番生産的な時間を送れるようになる。会社を作れば Google よりも成功できるし、アインシュタインの重力の理論をさらに加速させて
人類の歴史を100年以上進めることができるかもしれない。ところが新陳代謝が加速しているせいで、いつもトイレに駆け込まなければいけなくなる。心配しなくても長くは続かない。この負荷に体が耐えられるのはせいぜい2時間だ。その後はバーン。アーノルド、まだテストを受けてないじゃないか。まあどうでもいいか。え、マクドナルドをクビになった？落ち込まなくてもいい。どんな人にも才能ってあるんだ。例えば中国のこの彼は57分間まばたきをしなかったことでギネスブックに載ったんだ。あれ、どこ行ったんだアーノルド。え、記録を破るって一体どうやって？接着剤でまぶたをくっつけるだって？なんてこった、本当に危険だよ。まばたきは目に潤いを与えるために必要なんだよ。私たちの涙腺には抗体、リゾチーム、電解質が含まれているんだ。これがないと目は無防備になってしまうんだ。君が二度と読み書きができなくなるじゃないかと心配だよ。空気中の小さな粒子が目に入り始めて引っ掛け始める。瞬きをしない時間が長ければ長いほど瞬きをしたくなる。アーノルド、一つ秘密を教えよう。瞬きには別の機能がある。受け取った情報を共有して注意を新しくするんだ。つまり自分が興味のあるものを見ると瞬きしたくなくなるんだ。何かで気をそらしてみよう。古き良き白黒映画で十分だろうね。涙には3種類ある。反射、感情、ベイサルだ。君の目が乾燥しているから涙腺は水分の不足を補おうとしているんだ。いい映画だね。あ、まずい。まさか核爆発の映像が入ってるなんて。アーノルド、大丈夫かい？明るい光は目を傷つけ視力は悪化する。これは結膜炎の兆候だ。適切な治療が必要で自然には治らない。薬の注意書きをよく読むんだよ。プラス5の視力だと近いものを読むのがとても難しくなる。マイナス5の近視の場合は遠くにあるものを見るのに問題がある。やめてあげて、何も見えてないんだ。アーノルド、アーノルド、目を覚ますんだ。薬局のセキュリティに殴られて持ち物を全部なくしたんだね。こんなに汚い場所に長くはいたくないな。歩く元気もないのかい？アデノウイルス性結膜炎の症状とよく似ているようだ。網膜が裂けてウイルスが網膜を貫通した時に起こるんだ。アーノルド、起きるんだ。君は腫瘍と網膜剥離を発症して永遠に失明することになる。周りに光が見えるかい？ありがたい、誰かが救急車を呼んでくれたみたいだよ。今度はどうしたんだよアーノルド。幽霊じゃないよ、お医者さんだよ。止まりなさい。そのトウモロコシ畑は絵だから隠れられないよ。なんてこった。どうやらホームレスの強盗に出会ったようだ。まあこの怠け者が少しでもお金を持っていればの話だけど、助かった。カメラを撮られるんじゃないかとドキドキしたよ。彼に一体何が起こったのだろうか。もし一度でも歯を磨いていれば数週間ほったらかしの海洋に気がついただろう。これは非常に危険なシグナルで、これは実はガンだ。非常に病弱な体でも毎日数百万個の細胞が生まれている。それで時々バグが起こる。変異体が生まれるんだ。この細胞は他の細胞とは違っているが、できるだけそれを隠そうとする。もし君の体が健康なら免疫システムが簡単にこの細胞を見つけ出すことができる。しかし君の体がずっと回復しているようなら、ガンと戦うエネルギーは残っていない。アーノルド、この子が欲しいかい？簡単だ。君の両親がガンなら君もガンになる可能性が 10% ある。どうだい？放射能によってもこの変異体が生まれる可能性がある。例えば防護服なしでチェルノブイリ原子力発電所へ行ったり、国際宇宙ステーションに1000日間住むことだ。あるいは1日にタバコを6箱吸うか、10年間2キロの燻製肉を食べ続けてもいい。この細胞が巨大なガン性の腫瘍に変わるのはあっという間だ。ほら、食べ物が横取りされて今で届いていない。
変異した細胞は血管内に入り、肝臓、肺、脳など体全体に広がる。さあ、毒をまくときだ。化学療法ではがんは治らない。がんを殺すが、その周りにある健康な細胞まで殺してしまう。さあ、ここから出るんだ。あとは様子を見ればいい。もしくはこの隙に逃げろ。今日はセンチネントル島のほとりで釣りかい？でも決して上陸してはいけないよ。アーノルド、おめでとう。君は今世界で最もワイルドで最も敵対的な部族の手の中にある。彼らは外部の人間を好まない。きっと君を食べるんだろう。君の皮膚からは8つのドラム、血管からは5つの弓、君の空っぽの頭蓋骨からは大きなマグカップを作ることができる。君の髪の毛は族長の飾りになるだろう。アーノルド、どこへ行くんだ？エイリアンが本当に存在するとは思わなかった。彼らは君の体で何かをするつもりだ。君の体は水が 70%、 有機物が 24%、 無機物が 6% で構成されている。キュウリは水分が 85-90% だから、技術的には君は非常に感情的なキュウリだ。 6% の無機物の元素からたくさんの役立つものが作られる。君の体の中にある鉄は6センチの釘を作ることができる。それからヘッドホンを作るのに十分な銅もある。もちろん生きてる間だけど、君の内臓をほとんど取り除いても生き続けることはできる。人体は壊れやすいように見えるけど、胃、脾臓、肝臓の 75%、腸の 80%、腎臓、肺、骨盤にあるほとんどの全ての臓器、鼠径部はなくても生きられる。もちろんキュウリみたいになることはないけど、死ぬことはない。さあ、無料のヘッドホンもある。品質はやばいけど。でもこれは全て役に立たない。君の体には炭素、水素、ナトリウム、酸素が含まれている。この化学元素はダイナマイトに使われる。人体の潜在的な爆発力は 175g の TNT と同じだ。爆発の強さはその人が塩辛い食べ物をどれだけ好きだったかに比例する。アーノルド、入るぞ。おお、まるでトロピカルなパラダイスじゃないか。でもヤシの毛を生やすってのはちょっとやりすぎじゃないのか。おーら、差し入れだ。それにアヒルちゃんもやろう。楽しめよ。あ、おやおや、これはこれは。ハイドロマッサージはスクワット、腕立て、懸垂といった筋トレと同じようなものだ。振動によって筋繊維が収縮し体積が増加する。わずか30日で筋力と持久力が最大になるのさ。君みたいな怠け者にはぴったりだろう。こんなに君が幸せそうなのは初めてだな、アーノルド。ちょっと実験をしてみないか。君をお風呂に30日間閉じ込める。一つ条件がある。水を止める。食べ物は今ここにあるものだけだ。いつも食べ過ぎなんだから大丈夫だろう。30日間お風呂に入りっぱなしだと皮膚の細菌感染、爪が剥がれるという以外に2つの可能性がある。1つは完全な脱水症状、 1.3 ガロンの水を失った状態になる。もう1つは体が必要以上に水分を取って過剰水分症になり脳が膨れることだ。アーノルド、食べ物と水が予想以上になくなってるぞ。意外だろうが、長い間水に浸かっていると皮膚が乾燥してひび割れるんだ。しかもそんなに汚い水の中にいれば皮膚が簡単に細菌に感染してしまう。いいか、アーノルド、何があっても自分の手は見るんじゃない。30日間お風呂に入ったままでいられるには君の皮膚はアザラシみたいになる必要があるんだ。アザラシは人間に比べて皮下脂肪が 20% 多く、完全に水を通さないようになっている。君は今とても危険な腸内の寄生虫がうようよしているから、パーティーでは全く歓迎されないだろうね。アーノルド、君は全くアザラシに似てないし、水の中では住めやしない。お風呂場は植物が生え放題だ。ヤシの木に花が咲いてるし、天井にはキノコが生えてる。どういうわけかトイレで小麦が発芽してる。食べ物も水も全くない。えいや、アーノルド、頼むからその水だけは飲まないでくれ。
それは汚物と微生物と君の髪の毛でいっぱいだ。ああ、だからやめろと言ったんだ。